はい、どうも、奥場さんです。今日のニュースはこちらということで、速報でございます。速報でございます。はい。今ですね、アメリカのナンバー3、ペロペロペロシ。はい。ペロシさんがですね、台湾を訪問するという話になっているんだけれども、ここに関してですね、中国軍がですね、実弾訓練を行ってですね、威嚇をすると。今ですね、台湾に一番近いですね、中国の福建省にはですね、今中国軍が集中してます。中国軍がゴリゴリにですね、武器を集中させてですね、ペロシを威嚇するという名目で、中国軍がですね、この台湾に一番近いですね、平潭島、と呼ばれるですね、福建省の出島みたいなところにですね、はい、中国軍集中しております。で、この状況を見て取ったですね、米軍ね、アメリカ軍ですよ。アメリカ軍がですね、ペロシの台湾訪問を実現させるために、我々はですね、ペロシを護衛するという形でですね、米軍がペロシを護衛すると、米軍の戦闘力でですね、ペロシを護衛するということをですね、正式に大将が発表されました。発表しました。今ですね、米軍のですね、大きな空母ロナルド・レーガンがですね、南シナ海を回遊しているんだけれども、このね、どうもね、この空母ロナルド・レーガンがですね、台湾海峡にやってくるのではないかなというような話になっております。今ね、台湾海峡、どえらい状況です。もうね、どえらい状況です。で、この状況にもかかわらず、日本のアホのマスコミはですね、今こそですね、自民党、日国自民党をやっつける大チャンス、よし、統一教会を作って、イメージを、イメージを落とすんだとばかりですね、あんなクソカルト宗教のですね、どうでもええニュースをですね、一生懸命ワイドショーで流しているというですね、もう低たらくでございますので、もうちょっとね、そんな話、どころじゃないからね。台湾海峡、もう過去最大級にやべえ状況になってます。米軍の軍力と中国軍の軍力が今ここにね、集中しまくっていて、ワントラブルで第三次世界大戦勃発するよ、これ。ガチで。という状況になってますので、またマスコミがね、報道少ねえんだ。だからね、いろんな報道ですよ、引っ張ってきてですね、この状況を説明したいと思いまして、今回動画を作ることにしました。はい、ということですね、今ですね、何が起こっているのかというところからいきますか。今ね、これね、ペロペロペロしね、何回も前から言ってますけれども、アメリカのナンバー3、ペロペロペロしね、これね、このペロシが台湾を訪問すると、これをね、中国共産党は、何としても阻止したい。これを理由にですね、北戴河会議でですね、習近平のですね、こう第 3期目のですね、国家主席にですね、中国の長老たちが、ケチをつけてくる可能性もあると、いうような状況もあってですね、かつですね、アメリカのナンバー3をですね、が台湾を訪問してしまうと、やっぱり台湾というのは中国とは関係ない一つの独立した国である、そういうイメージを世界中に与えてしまうでしょ。だから中国共産党としては、このね、アメリカのペロシのですね、台湾訪問を何としても止めたい、威嚇をしてても止めたいというような状況なんだよね。だからね、中国の国防大臣がですね、ペロシの乗った輸送機をですね、撃ち落としてやる、そんなことをですね、発表してしまうくらいのですね、緊張状態になっております。そしてですね、さっきちゃんと地図で見せたけど、中国からしたらですね、台湾に一番近い島、福建省の平潭島、この出島みたいなところですね、ここにですね、中国軍、今ね、軍力集中しております。もう、どえらい状況でございます。で、これ他の人の動画だからね、ちょっと見せるわけにはいかんんだけど、これ中国人の方が SNS にですね、上げてらっしゃるんで、これ福建省にですね、今ね、どのくらい、どえらい数のですね、武器がですね、運び込まれています。これはですね、軍事用トラックでですね、武器をガンガン運び込んでると、これもう何百列にもなったですね、軍事用トラックがですね、武器を運んでいるといった映像で、これ、まあ、これね、概要欄貼れたら貼っとくわ。うん。で、これ、怒りのアフガンみたいな写真だよね、これね。戦闘用ヘリコプターがですね、何百機と連なってですね、今ですね、福建省にですね、これね、到着してるんですよ、ガンガン。これ、怒りのアフガンの映画の写真じゃないからね、これね、中国の昨日の福建省ですね、この戦闘用ヘリコプターがですね、ハルビン Z19 というところですね、ものですね。これがですね、群れをなしてですね、今、福建省のここ、出島にね、これ集まってきてるという状況でございます。それだけではございません。これ見て、ミサイルだよ。これ簡単に言うとですね、ハイマースあるよね。ウクライナ軍がですね、アメリカ軍から譲り受けてですね、ロシア軍を撃退するんですね。その大元になったと言われるんですね、高性能ですね、非常に、高性能なですね、ロケットを打ち出すことができるハイマースと同じような武器がですね、これね、今この出島に集まってきてるんです。PHL-16MLRS という武器なんだけれども、これね、射程距離500キロで、めちゃめちゃ精度の高いですね、ミサイルをぶっ放すことができるというこの武器なんだけれども。これ、わずか180キロだよ。わずか180キロのところにですね、何十台も群れをなし、これ動画ね、流したいんだけどね、他のね、中国人がですね、撮った動画だから流せないんだけれども、これね、もう何十台と群れをなしてですね、今ですね、この福建省に向かっているというですね、動画が今流れまくってまして、もう、超緊張状態。ロシアとウクライナよりもですね、どえらい戦力がこの台湾海峡に集まってきているという状況でございます。はい。ほんでですね、これなぜこんなことが起こってくるかというと、さっき言った通りですね、これね、
ペロシの台湾訪問を牽制するための、軍事訓練、ね、実弾を使った軍事訓練を発表する、行うと中国が発表してるんですよ。はい。よく思い出してみて、ロシア軍がウクライナに攻め入った時、ロシア軍はどういう理由でですね、ウクライナとの国境に軍を集めましたか？はい。軍事訓練を行って、戦闘、ロシア軍を集めたわけでございますよ。ね。それと全く同じことがですね、今ね、台湾海峡で行われているということでですね、今ね、だからもうこれはね、本当に第三次世界大戦の前夜であるというようなことをですね、有識者もですね、ついに登場したという状況になってます。で、これね、昨日ね、実弾を伴ったですね、軍事訓練行われたって言われてるんだけれども、この映像がね、出回ってないんですよ。だから、ね、これ、もう実際にはこれね、単なる中国の脅しだったという説もあるんだけれどもね、脅しであってほしいけどね、脅しであって、ただね、これね、このね、平潭島周辺をですね、完全に情報封鎖したんだよね、中国軍が。だからね、情報がなかなか出回っていないという状況がございます。でですね、これね、今日の朝 のニュースでございます。中国人のですね、こう著名論客、これ何かっていうと、人民日報、よく聞きますよね、中国共産党のプロパガンダ誌、人民日報系の環球時報、これもよく聞くよね、この環球時報のですね、前編集長の江さん、要するにね、これね、中国共産党のプロパガンダの手足になっていたようなやつなんですよ。これがですね、どえらいツイートをしました。ペロシを撃ち落とせ。ペロシを撃ち落とせ。これはこういうツイートをいたしましてですね、これね、速攻で削除されたみたいなんだけれども、どのくらいこれ中国の中でですね、ペロシに対する敵対感、ね、台湾は中国のものであるというこの空気が高まっているか、このツイートでわかるでしょ？わかるでしょ？はい。こういう状況でございます。こういう状況で、この状況を受けてですね、ちなみにね、台湾の方もですね、実弾を伴った軍事訓練を行ってますからね。中国軍がですね、海からやってきた場合ですね、こういう形でやっつけようという形で、台湾の方でもですね、これね、軍事訓練行われているという状況でございます。この状況をですね、取ってですね、さあ、事態がどういうふうに進展するのか、中国のですね、マスコミ、これ、大紀元さんですね、大紀元さんがですね、アメリカ軍の動きの方を報道してくれています。そしてですね、日本のマスコミ何も報道しないけど、こういう時に頼りになるのがですね、はい、ヤフコメの民でございます。こういう問題には詳しい方、山ほどおられるのがヤフコメの民なんだよね。だからね、このヤフコメの民のですね、方々のコメントっていうのもですね、引用しながらですね、これね、中国からの記事と、ヤフコメの民の、民のコメントと、この二つでですね、ちょっとお伝えしたいなと思ってます。というわけで、ちょっと行きますね。ちょっとコーヒー飲みます。はい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 、行きますよ、行きますよ。この状況を見てですね、米軍がですね、ペロシが台湾を訪問する際にはですね、米軍が護衛をすると。ね、中国軍だけではないと。米軍もこの台湾海峡に戦力を集中させると。ね、空母ロナルド・レーガン、がですね、ここに、やってくる可能性が極めて高まってきました。ね、もう、なんでこんな大ニュースを日本のマスコミ六つっぽ流さないのかな。もう俺信じられんわ。というわけで行きますよ。はい。ペロシ、台湾訪問計画。米軍が護衛を発表しました。正式に発表しました。中国共産党の反発は、空脅しであるということですね。元政府高官の発表でございます。行きますよ。はい。アメリカのですね、ナンシー・ペロシ下院議長の台湾訪問計画をめぐって、米中間で緊張が高まっているとね、中国側の強硬手段も辞さないという構え。つまり、ペロシが乗った飛行機を撃ち落とすというですね、構えに対して、米軍は議長が搭乗する空港機に護衛をつける方針であると。これどんだけの緊張状態か分かりますかね、この一文でね。アメリカ政府の高官は、中国共産党が中身のない空脅しを続ければ、自身の地位をですね、低下させるだけであると指摘をしました。複数のですね、アメリカメディアは29日、ペロシ率いる議員団がアジアへの外遊にですね、出発したと報じました。これ昨日のことですね。もう出発してますよ、ペロシは。はい。台湾への訪問もですね、取り出されているが、公式発表はまだございません。中国共産党が台湾海峡での緊張を高めていることもありまして、ペロシのですね、台湾訪問をめぐっては、アメリカ政府内での意見の衝突が見られました。ね、米軍側の懸念からですね、なんとバイデン大統領はペロシのですね、台湾訪問を支持する姿勢を示さなかったと。ペロペロペロシちょっとやりすぎじゃない、怖いんだけどということを言ったわけですよ。なんて情けないバイデンね。これに対して、ね、ペロシはですね、バイデン氏の言い分に戸惑いを見せました。大統領あんた何を言ってるんですかという状況だったんですね。そしてですね、米軍のですね、アメリカだ。アメリカのですね、議員や専門家は、バイデン氏の対応について、行政府の長である大統領が立法府のですね、一員、つまりペロシの行動に口出しすることは、過剰な干渉であるとして、眉を潜めたとね、一方ではですね、これね、親中じゃないかと呼ばれるバイデン、止めに来たね、ペロシをね。はい。ペロシ、台湾訪問なら、米軍が護衛する。ペロシのですね、訪問計画で緊張が高まる中、バイデン大統領と中国の習近平国家主席は28日電話会談を行いました。双方の公式発表によれば、台湾問題
題では意見の対立が際立ちました。バイデン氏はですね、アメリカの台湾政策に変更はなく、現状変更や安定を損なう中国の動きに強い反対をですね、伝えたわけでございます。一方ですね、近平はですね、外部勢力の干渉に断固反対すると火遊びをすればですね、米軍といえどもその身を焦がすであろうと述べまして、ペロシが台湾を訪問すれば対抗措置を辞さない構えを示しました。もうね、こんなの戦争直前だね、こんなの。アメリカ政府はですね、ペロシはですね、台湾の安全保障に関わる基本的な軍事情報をある程度把握していることを明らかにしました。アメリカ国防総省のジョン・カービー報道官は、ペロシ議長が海外を訪問する際に、我々はいつも目的地に関する分析や地政学的な実情を伝えていると述べました。そしてですね、ペロシの外遊にはいつも安全保障上の問題がつきまとっていると、国防総省が目的地や滞在期間、脅威の度合いに応じて、対応することもあるんだと指摘をしましたね。国防総省すら、出ていこうかなという状況でございます。中国軍が台湾付近で、軍事攻撃を示唆する中、米軍のですね、統合参謀本部議長ですね、マーク・ミリーさんですね、マーク・ミリー陸軍大将は、仮にペロシ氏がですね、台湾を訪れるならば軍の護衛をつけると、はい、ついに発表しましたよ。台湾訪問が安全かつですね、安全かつ安全、に行われるようですね、必要なことをですね、実行すると強調しました。ブルームバーグなどの複数のメディアは、アメリカのですね、第7艦隊が、これはアジアにいらっしゃる艦隊でございますが、アメリカ第7艦隊が27日、シンガポールでの寄港を終えたロナルド・レーガン空母打撃群は、南シナ海を航行していると報じました。ペロシのですね、台湾訪問計画に関連しているとの見方もございますと、ね、ロナルド・レーガン空母打撃群が台湾海峡にやってきます。はい、空虚な脅し、国際的な地位を低下させるぞ中国軍ということをですね、アメリカは言っています。元ですね、アメリカ国務次官のですね、デビッド・スティルウェル氏はですね、大紀元の姉妹メディアであるですね、新東人テレビの取材に対して、中国軍の反応を歴史的に見たときに、特にですね、台湾が関係する場合、彼らの態度は控えめだったと分析をしました。その一方で、我々はですね、公然と自らを棚に上げている、内部の議論はですね、内部で行われる必要があると指摘をしました。スティルベル氏によればですね、台湾、アメリカ、そしてペロシに対する中国共産党の様々な脅威はほとんど取るに足らず、好戦的で空虚な脅しはですね、中国の国際的な地位をですね、ますます低下させるであろうという形でですね、中国をせせら笑っております。はい。中国共産党政権の不誠実さからもですね、中国は主要国としての自覚を持っていないのではないかと感じるというと、まあ、その通りだと思いますよ。はい。その上で、大国でありながら、実際の行動を伴わない、空脅しをしていると認知をされれば、実際に抑止力が必要となる場面で、発揮できなくなっちゃいますよ、中国さんと分析をしていると。28日の米中電話会談の中で、中国の習近平が、アメリカはですね、火遊びをしていると発言したことについて、スティルウェル氏はですね、中国を恐れる必要はないとしておりますと、イケイケ米軍ということでございます。アメリカのはですね、約束を遵守していて、こうした脅しはアメリカがですね、弱腰になることを狙ったものに過ぎないと語りました。つまりこのことがよくわかっているペロシはですね、絶対台湾訪問するよ。さあ、日本のヤフコメの民でございます。この手の問題に関してはマスコミよりも詳しいですね、ヤフコメの民。何を語っているんでしょうか、ちょっと読んでいこうか。はい。ですね、今やですね、台湾を含め国際情勢はとても不安定であると。中国やロシアが露骨に野心を表す中、我が国にも侵攻してくる可能性がないとは言えないんであると。これね、本当に中国だけではなくて、ロシアが北海道を狙ってくる。そのために、北海道にですね、自衛隊をですね、増強しようという話ももう具体的に出てきてますからね。国民の多くはですね、戦争したくないから改憲に反対しているが、ロシアや中国が侵攻してきた際ですね、国民の基本的人権は守られない可能性が高い。当たり前ですよ。中国共産党、そしてロシアがウクライナでやってることを見たらわかるでしょ。俺たちの人権なんてクソだと思ってるんですよ、あいつらは。やばいなんてもんじゃないよ、本当に。いざという時にですね、国民や自国領を守るためにも、改憲と軍備拡大は必要ではないでしょうか。僕は必要だと思います。はい。政治家や多くの国民は、アメリカが守ってくれるという軽い気持ちだが、アメリカが世界の警察を放棄した今、日米安保があるとはいえ、アメリカが行動してくれるかどうかはわかりません。本当わかんないよ。ガチでわかんないよ。はい。いざという時のためにも、早急に憲法改正、そして軍備拡大が必要ではないでしょうか。その通りだと思います。はい。そしてですね、中国共産党はですね、是が非でも台湾を取りに来るでしょう。なるほどね。その先にはですね、先島諸島の占領も試みられるはずです。これはね、尖閣諸島だけではありませんよ。与那国島とか、石垣島とか、今日本国民が住んでいる島をですね、占領してくる可能性めちゃめちゃ高いからね。それが分かっているからですね、米軍と自衛隊はこの先島諸島をですね、守ろうとしてるんだけどね、この報道
本当にマスコミはしないよね。もう信じられんわ。またですね、経済面、技術面から見てもです。中国はですね、海洋進出、世界覇権を目指すには、太平洋へのアクセスが必須で、その障害となっているのがですね、台湾と沖縄諸島でございます。これを取らなければ、中国は物理的には太平洋に出ることができませんからね。またですね、経済面、技術面から見ても、半導体など台湾にはですね、中国が欲しがる利点が多く、また NATO 諸国がアメリカを中心として結束をした場合、日本をこの同盟から引き剥がそうと、画策をしていますと。日本が会見を行おうが止めようが、中国は日本を目標にしています。日本は会見を実行して軍備を整えて、アメリカへ続く太平洋のシーレーン防衛を目指すべきであると。また、国民のですね、生命を守る、シェルターの設置、食料やエネルギー自給率の向上、半導体などの先端技術、産業のですね、育成に、注力をするべきであるというお話でございます。その通りでございます。はい。いきますよ。タイミングを見計らった、ようなですね、境界線付近での、軍事演習は、常時よりもですね、有事勃発確率は高まってしまうと。我が国もですね、海上をはじめ、防空体制にもですね、最大限の警戒体制を敷いていると思います。もう今は多分自衛隊ですね、最大限の警戒体制敷いていると思いますよ。確かにね。某国のですね、挑発行為によるただでさえ増加している、スクランブル発進の回数と、ここ数ヶ月は有事につながる大きな要素が日々積み重なってきていると感じているとね、結局はですね、米軍次第なのは仕方がないが、一般人もサバイバル知識を得ておいた方が良いし、有事でなくとも役立つことも含まれているとね、知らないより知っておいた方がですね、良いはですね、すべてにおいて共通するという形で、日本人もですね、これ万が一のための対応策をですね、考えておくということですね、ちなみにですね、何度も言っておりますが、台湾国民は今射撃訓練をしています。身を守るための射撃訓練をしている、そんな状況でございます。最後にこれを読んで終わりにしますか。ペロシ訪問も8月って話だし、台湾は台湾で実弾演習をやっているし、やると思っていました。このやると思っていたというのに慣れすぎた時に実際に軍事侵攻するかもしれないねんと。これ中国の、軍事訓練やると思っていたけれども、中国で軍事訓練よくやってるからあまり気にしなくていいよねという感覚になった時に、中国が本当に侵攻してくるかもしれないね、そういう話だね。中国、ロシア、北朝鮮もの動向は注視をして、対策準備はしないと。なのに日本は統一教会でコロナ患者が数の数をところな患者数を数えるのでいっぱいいっぱい。本当そうだよ。マスコミってアホなのかな。憲法を変えるんであればどんなポリシーで、どういう内容が未来の日本にとって望ましいのか、上級国民だけ得する内容もでも嫌でしょ。だからね、憲法改正を考えなきゃいけないと思うよ。はい、そういう議論をオープンにしようじゃないか。短期的にはですね、エネルギー政策の経済政策、そして原発の再稼働について、これも議論していいと思うんだけどという形でございます。こんな感じでですね、結構ね、今日本が行うべきことは何かということをですね、割と正しい感じで書いてくれているのが、マスコミではなくてヤフコメの民でございますね。これぜひ読んでみよう。この後もね、いいコメントいっぱい並んでるからですね、ぜひ読んでください。はい。ということでですね、これね、はい、今ね、台湾海峡どえらい状況です。台湾海峡どえらい状況です。もうね、あのね、ほんとね、統一教会云々の話なんかしてる場合じゃないと思いますよ。またね、これ台湾海峡に関しては、ペロシ訪台がですね、これになったらですね、中国軍も大騒ぎ、台湾も大騒ぎ、米軍もゴリゴリに動くという状況になりますので、その状況になったらですね、またこの動画 でですね、あの台湾訪問をお伝えしたいなと思いますので、もしよろければチャンネル登録をですね、お願いします。ということで、クマさんの動画終わりたいと思います。バイバイ。